ございます。昨日に引き続きましてプレポストゲームショーのリポーターを普段は担当しているんですが、ダイアンズスクエアの MC2 日目になりました。今日はちょっと一人で頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。普段は宗介さんと阿部千穂さんがここを盛り上げてくれていて、私佐藤は今日は代打という形なんですけど、昨日の試合見たよっていう方いらっしゃいますか、この中で。やっぱりさすがジャイアンツ愛がたっぷり詰まってる。でも昨日は代打の宇佐美選手が出た時にもまたヒットを打ってくれて、いやでもなかなか打線がつながらず悔しいところではあったんですけれども、おとといの菅野投手もヒーローインタビューで言ってました。やはり全員野球で戦いたいと言ってましたので、ぜひ CS 目指して、あと1ゲームですからね。昨日よかった、本当に本当に DeNA が大きい声で言っちゃって大丈夫かな、何も言ってないですよ。 DeNA 我慢でしか言ってないですけど、ちょっとホッとしたなっていうところなので、今日何としても勝って1ゲーム差を詰めたいと思いますので、皆さん熱い声援をよろしくお願いしますさあ、そして今日のジャイアンツスクエアのイベントなんですが、今日はですね、最初にまずヴィーナスの皆さんのオープニングダンスがありまして、そしてその後はイントロドンのクイズがあります。そして最後にスクエアの大抽選会、今日も豪華な景品をご用意してますので、皆さんたくさん参加しててくださいね。よろしくお願いします。そして今日は日曜日ということもあって、お子さんたちもねたくさんいらっしゃるかなと。ちょっと後ろの方にいらっしゃる方も、あ、ね、いるね、ありがとう。もしお子さんたちいらっしゃいましたら、今日キッズスペースをご用意します。皆さんの、前に、ね、並んでいただいているんですが、申し訳ないですが、その前のスペースをキッズスペースにしたいと思いますので、ちっちゃいお友達はもしよかったら前の方でちょっと見ていってくださいね。はい、よかったら、ね、前の方で見ていっていただけたらなと思います。お子さんたちちょっと後ろだと見えにくいですもんね。そろそろ運動会の時期にもなってきたから、今日がかぶっちゃったっていう人もいるのかなと思ったら、大丈夫、かわいい、ユニフォームが大きいねえ、かわいいね。この階段のところに来てくださいね。ただこの後ヴィーナスの皆さんのダンスもありますので、ぶつからないように気をつけてくださいね。ちっちゃなお子さんたちは気をつけながらご覧いただければと思います。ありがとう、すごいたくさんの形も来てくれてますが、今日もジャイアンツスクエア盛り上がっていきたいと思いますので、皆さん大きな声援と手拍子でこの後もヴィーナスの皆さんをお迎えいただければと思います。さあ、そして今日これだけ晴れましたよ皆さん、これだけ快晴で晴れました。この3連戦どうにかして、やっぱりね、このヤクルト戦を勝ち越したいなと思いますので、でもヤクルトファンの方はここにはそこまではいらっしゃらないですもんね。じゃあ大きな声でジャイアンツ勝ちましょうね。じゃあジャイアンツ勝ちましょうっていうので、オーと一緒にお願いします。ジャイアンツ勝ちましょう、オー、いいですね、ありがとうございます。ではこの後もまもなくね、ジャイアンツスクエア始めます。よろしくお願いします。最後は再抽選会など盛りだくさんなので、皆さん最初から最後まで楽しく
楽しい時間を一緒に作っていきましょう。それではまずはじめに私たちヴィーナスによるダンスパフォーマンスからお楽しみください。それでは皆さん手拍子の準備一緒にお願いします。それではミュージックスタート。参加します。みんなルール大丈夫かな？
わかりそうかな、ルール。ちょっともう一回説明しよっと。今からね、曲が流れるから、わかったらこれ、ピーンって押して、答えてください。もし曲名がわからなかったら、歌ってくれても、歌ってもいいんだ。OK にします。大サービス。大サービス。周りの皆さんは、ダメです。はい、じゃあ、お願いしますね。はい、お願いします。じゃあ、もう大丈夫かな？はい。いくよ。準備 OK かな？はい。それでは、1問目ミュージックスタート。はい、どうでしょう。ミュージカルが完璧ミュージカル。はい、それでは2問目、はい、行きましょうか。ミュージックスタート。あれ、なんだっけ、あれ、私もちょっとあれなんか聞いたことあるのに。わかる？なんだったかな。だったかな。もう一回かな。もう一回ちょっと聞いてみて。お願いします。ミュージック。歌でもいいよ。せーの。はい、かわいいですね。どうでしょう。はい、正解。叩かないで。叩かない。あ、踊ってくれてる、また。踊れる曲が多い。すごいね。すごいすごい。はい、ということで、続いていきましょうか。ミュージック。スタート。え、分かったの？すごい。お、強い。エビカネックス。どうでしょう。あ、正解。すごい。早い。3問連続で正解です。踊れる？踊れる？大丈夫ですよ。頑張ってね。ジャビト君チーム頑張って。頑張ってね。頑張れ。じゃあそれでは、はい、4問目に行きましょう。はい、ミュージックスタート。あ、なんだなんだ。もうまた早いぞ。早いぞ。はい、どうでしょう。正解でーす。がっかりしてる。私の瞬発力が今分かったね。頑張って頑張って。聞こえなかった。ついていいから。そうね。ね、そうパンそうパンってすぐできるように。はい、強いですね。お子さんたちの瞬発力すごいですね。素晴らしいですね。はい、はい、ということで、はい、次が最後かな、最後の問題に行きましょうか。そう、いや、もうしちゃった、もうしちゃった。はい、それでは行きます。みんな頑張ってね。準備してね。はい、行きましょう。ミュージックスタート。はいはい、どうでしょう。はい、大正解、おめでとうございます。はい、嬉しい。ということで、両チーム、はい、頑張ってくれたんですけれども、ね、皆さん拍手お願いします。はい、ということで、勝ったのはシスタージャミットチームです。チームのお友達には景品があります。じゃあひなちゃんが持ってくれています。2017年ジャイアンツオリジナルベースボールカードホルダーです。おめでとうございます。さあ、そして参加してくれたお友達にもプレゼントがあるよ。ジャビット君から受け取ってね。あ、そっちだね。ジャビット君
くれたサインカードです。プレゼントします。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。みんなしっかり取ったかな。取ったかな。大事にしまってね。ということでもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとう。本当にもうすぐ運動会とかも近いから、そういう曲も使われてるのかなとか思いますけどね。聞いたことあったかもしれないですよね。ということで、以上、以上、リトルズでした。楽しみいただいたかと思いますが、今日はまだまだ次の企画がございますので、はい、マイクをかおりちゃんに代わりたいと思います。かおりちゃんお願いします。はい、ここからはかおりが担当します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、はい、早速最後のコーナーに移りましょう、はい、最後はカラーチョイス抽選会。